なんか皆さんおはようございます。おはようございます。マジンガーシリーズも好評だったんで、今日はグレートマジンガー講座行きたいと思います。よろしく。まずあの声優さんなんですけれども、はい、剣哲也は野田圭一なんですよ。渡哲也、ね、野田圭一っていうのはあのガンツ先生、ロボコン、ガンプラで、野田圭一になりきったつもりで、まずサンダーブレイクからいきますよ、はい、サンダーブレイク、サンダーブレイク。ちょっと力入ってていいですね。じゃあ次は、はい、ブーメラン、トマホークブーメランのようにできるだけ遠くに飛ばす感じで、グレートブーメラン、グレートブーメラン、ちょっと弱いかな。ダブルトマホークブーメランぐらい遠くに飛ばす感じで、で最後はゲッタービームと同等ぐらいのパワーあるんで、ブレストバーン、いきますよ。ブレストバーン、はい、どうぞ。ブレストバーン、いいじゃないですか。じゃあ特別にね、グレートタイフン行きましょうか。これはあのマジンガー Z のルストハリケーンと同じなんで、はい、風速100メートルですから。100メートル、マジンガー Z 以上にパワーあるんで、オーケー、できるだけ全身戦でかけてください。全身戦で、グレートタイフン、グレートタイフン、いいですね。じゃあ次回はグレンダイザーでまたお会いします。